愛知国際女性映画祭は愛知県で毎年9月上旬に開催される映画祭。1996年に始まった。第1回は6月上旬に行われた。中京圏では唯一の国際映画祭。名古屋市東区のウィル愛知で開催される。小牧市、日清市、田原市、北名古屋市、八富市、豊田市、長久手市、安城市。 高田町、犬山市、知立市など各年によって異なるが、周辺の複数都市でも作品の上映が行われる。世界中で活動する女性監督を招待し、女性の生き方などをテーマとした作品や女性映画監督の作品を上映。開催期間中は関連したシンポジウムやワークショップも取り行われる。 1996年6月6日から10日までの5日間で開催され、日本初公開5作品を含む24作品を上映し、1万2029人が参加した。映画上映の他には、映画の制作現場から見える、女の視点、男の視点をテーマにシンポジウムを3度にわたり開催し、岩波ホールの総支配人であった、高野悦子による、講演。 映像が女性で輝く時や、黒沢プロダクションのプロダクションマネージャーの神、テルヨによる講演、我が青春に、悔いなしの時代が開催された。1996年の上映作品1997年9月3日から7日までの5日間で開催され、日本初公開4作品を含む14作品を上映し、12,770人が参加した。 映画上映の他には、前年に続いて、岩波ホール支配人、高野悦子による、女性が開く新しい世界と題した、公演のほか、クララローや高山幸子ら映画監督や、脚本家、衣装デザイナーの、和田恵美、俳優うったらバオカルラによる対談が6回、企画開催された。 1997年の上映作品1998年9月11日から15日までの5日間で開催され、日本初公開4作品を含む14作品を上映し、13,478人が参加した。会期中には、高野悦子の講演会や、監督や、その他、ゲストトークの機会を開催し、 直接参加者と交流する場を設けて、女性の立場からの国際交流を促した。1998年の上映作品1999年9月8日から12日までの5日間で、開催され、日本初公開9作品を含む14作品を上映し、12,732人が参加した。開催期間中に映画監督、専門家を招いた。 トークイベントが8回開催された。映画プロデューサーの松井久子による講演や、第7巻開方向尾崎緑を探しての監督である、浜野幸によるゲストトークなどが行われた。1999年の上映作品愛知、国際女性映画祭2000は、2000年9月6日から、同等化を回帰とし、主会場となるウィル愛知のほか、9日には豊田市民、 文化会館、安城市文化センター、長久手町文化の家、10日には、犬山市民文化会館、高田町民会館においてもイベントが開催された。参加者は15,733人となり、このうち主会場以外の参加者は3,309人となった。2000年の上映作品2001年9月5日から9日までの5日間で開催され、14作品が、 上映された。監督によるトーク、講演会などを実施、参加者と交流する場を設けて、女性の立場からの国際交流を促進した。安城市、犬山市でも開催し、地域に広がる映画祭となった。2001年の上映作品2002年9月4日から9月8日の4日間、開催され、日本初公開2作品を含む15作品を、 上映し、15,598人が参加した。映画上映の他には、映画監督である、吉田基獣が、これまでの映画人生を振り返る講演会が、開催されたほかシンポジウム、女性監督は今世界の女性監督の置かれている、立場では、女性監督本人による、現在の状況についての報告が行われた。 2002年の上映作品17作品を上映。この年は2005年愛、地球博の開催を意識し、環境問題等についても広く考える場を開設した。また、地域的な広がりを持った映画祭を目指し、小牧市、犬山市、四勝町の三市町でも開催した。定員は、上映各界800人で、参加者14,793人。 内内な三市長884人、入場料は、上映1回前売り800円、当日1000円。2003年上映内容2004年9月8日から12日までの5日間で、開催され、18作品が上映された。監督による、トーク、講演会なども実施した。前年に引き続き2005年愛、地球博の開催に向けて、 環境問題をテーマに考える場も設定した。犬山市、常名市、小牧市、四勝町の4市町でも開催した。2004年の上映作品日本初公開8作品を含む17作品を上演した。NPO との共同企画や映画監督等によるゲストトークを開催するとともに映画祭の開催10回目を記念したイベントとして3作品の 最上映と記念公演を行った。地域的な広がりを求め、愛知県内のご市町村でも開催した。2005年の上映作品2006年の、上映作品2007年9月5日から9月9日の間に開催された。日本初公開作品4本の上映と、世界的にも注目されている、女性映画監督作品14本と、日本映画の名作5本を上映した。 監督や、俳優や関係者と市民が交流できるパーティーや、映画とジェンダーを考えるトークセッションや、映像制作のワークショップが行われた。2007年の上映作品2008年の、上映作品2009年の上映作品20年の、上映作品2011年9月7日から11日までの5日間、開催され、全23作品が上映された。 北名古屋市、八戸見市、市宮市、小牧市でも開催。2011年の上映作品2012年9月1日から9日までの9日間開催され、全32作品が上映された。八戸見市でも開催。2012年の上映作品2019年9月4日から9月8日までの5日間に開催され、9月7日は、八戸見市。 カニエ町でも上映が行われた。フィルムコンペティションの受賞作品は以下の通りである。また、春の愛の初監督作品である、ママが特別招待作品として上映された。新型コロナウイルス9月3日から9月6日までの4日間に開催された。全30作品を上映。例年行われてきた監督、俳優らの招聘のうち、海外からのものは見送った。 フィルムコンペティションの受賞作品は以下の通りである。ありがとうございます。